はい、おはようございます。令和3年2021年の7月28日水曜日になりました。高知県南国市の神岡でございます。おはようございます。例のごとく辻立ちとあれと思う政治のこと、経済のことをお話ししていこうかなと思います。今朝はですね、いろいろPCR に関する話とか、あったんですけど、特にね、高知県南国市のね、経済について重要なことがね、今現在、報道はされないまま、ね、大手マスメディアでは報道されないままに行われております。着々と、進んでおりますので、どういったことになりゆうか、いうがを、わかりやすくできたらいいがですけどね、わかりにくく、説明していかないかなと。で、県内のね、メディア関係者の方、政治関係の方、議員さん、やっぱりね、真剣に、じゃあどうやったらええがや、俺ら何ができるがや、いうがをね、考えていただきたいと思います。ありがとうございます。で、直近のその記事、ニュースはですね、ダイヤモンドオンラインにありました。ゴールドマンサックスっていうね、アメリカの証券会社ですね、が、日本に銀行の支店を、設置するというニュースです。で、これが、なんでそんなに重大な問題なのかと言いますとですね、この間の国会、204国会かな。で、銀行法改正、ちょっと名前はね、もっと長いがですけどね、銀行法改正があってます。で、どんな内容かと言ったら、銀行がですね、一般公開されてない株式会社の株式を 100% 取得できますよ。という内容です。で、今ですね、コロナに乗じて、コロナに乗じて M&A 買収ですね、を推進するような、これはね、高知県も浜田知事が明言してましたし、今現在も実行中ですね。で、ニュースの方ではね、ちょっと田舎の、もうお客さんがこうなったお店に、次のね、若い人にこう、バトンタッチできてよかったみたいな側を流してましたが、そんなことやないがですよね。本質というか、今、日本政府もそうやし、マスメディア側もやろうということは、日本の根幹ですよね。中小企業、高知県にも、県内にも、この南国市内にも、素晴らしい優良企業、たくさんあります。大企業を支えてる企業、たくさんあります。で、そんな中で、今、直近で言えば飲食らがね、飲食をされる会社らがどうなるのか、いうのがものすごい気になるところではあるがですけれども、外国銀行で、そのダイヤモンドオンラインの記事にですね、外国銀行の支店何個あるのかと言ったら、35個で、ゴールドマンサックスで36個目ということです。で、これからですね、あれよあれよと気がつく間に身近なね、あの会社もって言って、買収されていく、銀行が買収していくっていうのがね、見えるようになるかと思います。それに対抗する方法はですね、常々言いますが、公有化ですね。通貨発行権を行使して、公有化してしまおう。で、できないのであれば、これはできるかできんかあれですけどね、できんことはないと思いますね。地方銀行の公有化、高知県立銀行、南国一律銀行っていうのを設立して、
で、その地盤の経済を回していく、企業を守っていく、個人を守っていくということですね。そこで働く人を守っていくということをやらないかんと思いよります。で、ちょっとまあ、通貨発行券、銀行貨幣についてのお話はね、今日は割愛いたしますですけれど、そもそも、銀行ですね、外国資本の銀行の日本支店で、日本国内でですね、外国企業に通貨発行をさせてはならない。というかね、これも、自分ももうちょっと頭の中整理し直して、訴え続けていきたいと思います。というところで、今日も暑くなりますでしょうかね。7月ももうあと少し、月末が来る、頑張っていきましょうというところで、もう、ペンポンとグレートにするぜよ。いってらっしゃい。